どうもこんにちは、とっかくんです。重大告知、本日はこちら、テレビ出ます、パート2。はいはい、テレビ出ますよ。なんすかなんすか今の。くしゃみも出ます。いやー、本当に本当ね、ありがたいですね、本当に、はい。まあ何かと申しますとですね、はい、こちらと8月15日うちのガヤがすみませんパート2。はい、これもパート2でございます、はい、2回です。8月15日火曜日で、23時59分からでございますからね、はい、よろしくお願いいたします。いや、はい、本当に頑張りました。どうですか、どうですか佐藤さん。いや、頑張りましたよ今回は。頑張りました。頑張りましたよマジで。どんなスタジオ、言える範囲でどんな感じでした。あ、そうですね、企画の内容はちょっと、はい、ネタバレになっちゃうんで、はい、まあそうですね、そうですね、企画以外で言いますね。じゃあ、あ、まあ、はい、かっこいい、はい。まあ、スタジオの上からパラシュートで降りてきて。そんなことあります、うん、パラシュート格闘術で。スタジオの上、あの東京ドームの上から降りてくるのは見たことあるんですよ、これは。はいはい、ドームっていうかなんかね、野外会場で。はいはい、スタジオ天井日程の、日程の上。日程吹き抜けでしたっけ。日程吹き抜けですね。吹き抜け、吹き抜けにしてもらった。してもらったその日。お前の演出のために。どうぞふわーって。うん、自由降下して、うん、あのスタジオのピンポイントで自分のあの席決まってるじゃん、うんうん、トン。おめえマジでびっくり人間だろマジでおい、トンって座ってよくも今収まってるな、うん、よくもお前パート2で収まってるねテレビ。そうだね、ここまでやってもらえると思わなかったからな、ね、うん、俺もうサーカスで世界巡れやおめえ。じゃあパラシュートピンポイントで格闘術やって、うん、世界チャンピオンできて、どっちが強いのかっつって、ね、もうボッコボコにして、うん、言っときますけど、それあの企画ざっくり言って話だったんじゃないですか。あ、違う、世界チャンピオン出てきてボコボコにする企画じゃないんですよ。ちょっと、うん、あのカメラ終わった後、カメラ終わった後だと、もう何でもありだなお前それだったら何でも言えるの。一回あの撮影止めるんですよね、収録ってね。あ、止めますよ。止めて休憩して、どっちが強いみたいな、うん、それなんか学校なのかなみたいな、うん、いや、でそんなっつったの、うん、ちょっとやってみてって言われて、あ、分かりましたってやったら勝ってしまう。お前もう嘘つけよお前嘘つけよお前、なんでカメラ止まってる時にお前世界チャンピオンと、しかもあの世界チャンピオンって言ったけど一体何の世界チャンピオンなの何の。あ、もうゲスト防衛大臣ざっくりしやがってよ。ゲスト防衛大臣で政治まで絡みやがって政治の話して、小野寺いつのりさん、政治の話して、うちの地元ですよ、小野寺いつのりさん。ああ、はい、ゲスト話して政治の話して、うん、政治の話もした。政治の話もして。そんな番組でしたっけ？うん、ちょっと泳がしましたけどね、嘘ですからね。ふざけんなよお前。なんでお前カメラ止めた時に世界チャンピオン、何の競技かわからんよ。格闘技とは限らないよね。もしかしたら。言えないか。卓球の世界チャンピオンボコボコにしたかもしれないんだから。ぜひ見てください。真相は。うん。本当に、はい、ぜひ、そんな感じでね、佐藤頑張ったそうです、はい、8月15日、はい、うちのガヤがすみません、はい、23時59分からでございます、はい、結構全国寄りですよね、ほぼ全国放送しますんでね。そうなんですよ。ぜひ、皆さん、番組欄ね、確認してください。あの昔の友達から LINE 来るんですよね、うん、だ同級生増えるかもしれない。あれ、俺喋ってるみたいな。なかなかの深い時間なんで、はい、地元はもうあの眠ってるんですね、多分。あ、そうですよね。地元にとってはもうだってこれ朝方ですからね。どっちかって言ったら、ね、どっちかって言ったら起きてくる時間ですからね。起きてきますからね。漁業なんで、はい、という感じです。皆さんぜひね、見てください、はい。本日はこれまで。はい、それじゃあまた。